ウローラのお時間になりました。本日のテーマは1億稼いできた男のマインドということで、もうね公開されてるとは思いますけども、昨日になるのかな、鷲津さんとですね、僕の塾生さんである鷲津さんとマインドに関して対談をね、あーだこーだ、話してきましたけども、まあマインド大事だよねっていう、鷲津さんマインドオタクなんでもうマインドもう絶対大事だみたいなね話なので、でこの前もね、ヨシタニズムっていう商品を出して、まあマインドの商品を出したんですけど、ほんとマインドね超大事なんで、大事ですまあ大事大事言うてもね、まああんまりハマんない人も多いと思うんですけど、マインドね大事なんですけどね、なんなんですかねっていう、まあもちろんね、ノウハウとか、そのマーケティング、まあネットビジネス、コンテンツビジネスやっていくんだったら、その前提条件の知識っていうのは大事ですよ。てか、その知識ないと無理なんですけど、でもその知識を勉強するとか実行していく上でマインドなかったらできなかったりするし、あとはブログに書いたのが、そのなぜマインドが重要なのかっていうところですね。まあ昔ジェームス・スキナーの音声もクソ聞いたんですけど、違いをもたらす違いっていうね、これジェームス・スキナーのね格言なんですけど、違いをもたらす違いって何やねんみたいなね。でその違いをもたらす違いって何なのかっていう僕の見解をねブログにも書いてあります。まあこれは一言で言うと解釈の違いですね。解釈の違い、要は考え方、捉え方っていう、そこの解釈の違いで違いを生まれるよって話なんですけど、そうこれね本当ね大事ですね、めちゃくちゃ。でもね、間違いなくそのうまくいく人とうまくいかない人に差があるわけじゃないですか、ね、うまくいってる人とうまくいってない人には差がありますよね。その差って何なんですか。もう間違いなく僕ここだと思いますね。ここは絶対ありますね。絶対ブログで書いたこの解釈のこのあれはもう絶対ある、絶対ですね。言い切ってもいいです、もう断言してもいいです、ここです。本当にもう本当ね、本もね、もう何千、成功してる人の本も何千冊読んだし、まあその自己啓発系のね、ジェームス・スキナーも自己啓発だと思うんですけど、まあそういう話もね相当聞いてきたし、まあナポレオン・ヒル財団のね、ナポレオン・ヒルの思考は実現現実化するみたいなね、カセットテープのあのなんか180万ぐらいのね、なんかあるんですけど、セットがあれも勉強したことあるしそうだね、まあ普通だったらまあ勉強しなくないですか。僕普通に来てたら多分勉強しないことを多分勉強してきて思うことが、ここだよな、ここだよなと思いますね。はい。なんで詳しくはね、ブログにそこのね、違いをもたらす違い何なのかっていうところに関しては、ぜひね、見てほしいなと思います。ぜひ見てほしい。もう本当にここですから。結果の差が生まれるのっていう。もちろん他の要素もあると思いますよ。他の要素もあるんだけど、これは共通ポイント、共通ポイントとして必ずあります。違いが出る人と、その違いをもたらす違い、そのうまくいってる人とうまくいってない人のその差ですよね。差はどこにあるのか、何なのかっていうね。その共通ポイントです。もう間違いなくこれです。はい。で、その共通ポイントを知っておくと、よりその、なんだろうな、マインドがすごく大事だよねっていうことを、より理解を深める。ことができるんじゃないかなっていう、浅いとこじゃなくて、より深くですね、深くこう理解することができるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、よかったらブログの方を見てみてください。終わります。ご視聴ありがとうございました。